待っていたわ。ミレイさん、七大魔王を倒したんだし、早く私のディアナモンを取り戻して。分かっているわ。すべての準備は整った。ミレイさん、やっぱり何か変。とにかく場所を変えましょう。これから生み出される力がここを消し飛ばしたりしたら大変だもの。それじゃあついてきて。ここなら大丈夫そうね。これから生み出される力に消し飛ばされても問題ないわ。ミレイさん、これから生み出される力って一体何なの？あと少しだけお待ちなさいな。まずはあなたのディアナモンの罰を取り消してあげる。ディアナモン！さあ、ここからが本番よ。改めてお礼を言わせてちょうだい。あなたのおかげで七大魔王が持っていた全ての罪の証が手に入った。ありがとう。けれどあなたは罪を犯してしまったの。七大魔王を倒すというサヨが別の世界で犯した同じ罪を。でも安心しなさいな。あなたが罰を受けることはないわ。あなたの罪も罰も次元時空の断りを超えて私が許してあげる。私の知りたかった新たなる価値。さあ、これこそがデジモンの究極の形。創造された新たなる価値の姿よ。見た目に惑わされないことね。あなたたちは感じない？このデジモンが発する強大な無尽蔵のエネルギーを。ねえねえ、君、やっちゃおうよ。私ちょっと燃えてきちゃった。あのデジモンやっつけちゃいましょう。これまでは君に頼ってばっかりだったけど、今の私にはディアナモンがいる。ね、一緒にあいつを倒そう。いいわ、そう来なくてはね。さあ、新たなる価値を示すべき、あなた。行くぞ、みんな。
ぞ。究極のデジモンが。君結構やるね。君の力少しだけ分かった気がするよ。あのデジモンがこの世界に新たなる価値をもたらすことは運命だったはず。どうしてこんな。これでスッキリしたわ。あなたには運命を変える力が、運命を切り開く力がある。あなたがこれからどんな運命を作っていくのか見届けなくてはならないよね。さあ、ひとまず私たちの居場所に戻りましょう。一つの運命が終わりを告げたわ。だけど運命は作られては壊れ、壊れては作られるもの、寄せては返す波のように。私はまだしばらくこの世界にとどまらせてもらうわよ、電脳探偵さん。あなたが作る新しい運命を見守るために。運命とかなんとかかんとかうまいことごまかされてる気もするけど、ディアナも戻ってきたし、よしとしよっかな。それに君にも会えたしね。ねえ電脳探偵さん、ありがとう。何よ、そんなに驚かなくてもいいじゃない。そういえばお礼がまだだったなと思っただけで、君のおかげでディアナも取り戻すことができた。貧弱とか脆弱とか意志薄弱とか胃腸虚弱とか、君は立派なテイマーだよ。よければいつか手合わせしたいな。お別れは済んだかしら。それじゃああなたを元いた世界に返してあげる。うん、お願いね、ミレイさん。どうしたの、そんなに悲しそうな顔して。大丈夫、きっといつかまた会えるよね、ミレイさん。ええ、すべては運命の導くままに。いいえ、違うわね。もし運命がそうなっていなくても、あなたならきっと自分の望む未来に変えてしまう。あなたにはそれだけの力がある。そうだったのね。あなたのコネクトジャンプという力は
運命そのものに接続し、飛び込み、改変し、分岐させた未来に世界を導く力だったのね。私はとんでもない実験、いえ、研究材料を発見してしまったわ。